日本近畿地方大阪府大阪市天王寺区、新法院長新法院長は大阪府大阪市天王寺区の町名。町名の設定がない単独町名である。住宅地の地下は長年、関西の最高額で足屋よりも地価が高い、隠れた高級住宅街とされている。天王寺区の中央東寄りに位置する。東はカラスガツジ、西は上本町、南は 勝山2を挟んで4天王寺と勝山、北は小宮町と北山町にそれぞれ隣接する。区役所によると町内は昭和初期頃から大きな住宅が立ち並ぶ完成な住宅地でマンションも立つが商業店舗の少ない完成なエリアとなっている。近くに大阪製工学院中学校、高等学校や4天王寺中学校、高等学校といった 有名私学が近くにある。住宅地の地価は2019年の地下工事によれば、新法院長10の6の地点で60万7000円平方メートルとなっている。これは関西の住宅地の地価としては20年連続の最高額である。最高額となる理由として、もともと天皇塾が伝統校や進む学校の多い文教地区であり、新法院長が 最寄り駅の JR と大阪メトロまで徒歩6分程度の近さにあり、上本町や天王寺の各ターミナル駅も徒歩圏という利便性が挙げられる。日本有数の高級住宅街として知られる足足と比べた場合、国土交通省の担当者は、高級住宅街のイメージと地価は直結しないかもしれないと前置きした上で、仮に同じ条件のマンションが建てば、六六艘町より、 新法院長の方が高額だと言えるかもしれないと、産経新聞の取材に答えている。新法院という町名の由来は、旧村当時の生児名から、古来の新法院が存在した衣装を生児名に取り入れ残したことによる。新法院は、勝山2を挟んで南に隣接する勝山に所在している。かつては、勝山2を挟んで南に隣接する四天王寺の、 ことぶき法事周辺まで、美写門池が広がり、紅葉の名所として知られていた。明治末期から大正末期にかけて、池は埋め立てられ、後地に百9 2 7年天皇寺区役所が設置された。区役所敷地内には、池の存在を伝える記念碑紙が立っている。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。長域は大阪メトロ谷町線の四天王寺前、夕日が丘駅と大阪環状線の桃谷駅とのほぼ中間に広がっており、両駅までは共に徒歩6分ほどの距離である。ありがとうございます。